あらら、今回はですね、今回ですね、本日の動画なんですけども、2月最初の動画でございますっていうことでですね、もう2月になったわけなんですけども、今回はアプレ新曲を使った動画となっておりますっていうことでですね、3ヶ月前に超大型アップデートが来たと思うんですけども、その大型アップデートでですね、お札の山っていう新曲が登場したわけですよ。あれ、どれだ？あれ、俺のお札の山どこだ？あった、こちらお札の山でございます。このお札の山を手に入れるのにめちゃくちゃ時間がかかった。家の中で DIY をしてる住民からしか入手できないレシピなんですよ、お札の山。で、俺もびっくりしたんですけど、このお札の山さ、俺一瞬さ、あ、9万9000ベレ作れるんだと思ったんですよ。で、よく見たら、あれ ?9 万9000ベルが3つ必要。もう約30万ベル必要っていうことでね。このお札の山を作るのに30万ベルが必要なんですよ。勝手に9万9000ベル作れると勘違いしたからびっくりだったわ。ということで準備してあります。こちら。こちらが30万ベルで作れるお札の山です。いや、絶対30万以上あるよね、これ。絶対30万ベル以上ある気がするんだけど、これ。いや、もう30億ぐらいない、この札束の量。まあ、この前あげたこちらのね、動画を見た方はわかると思うんですけども、お札をよく見ると、タヌキチがいます。なぜタヌキチなのかはよくわかりませんが、もっと詳しく知りたい方はね、こちらの動画見てください。今回思ったのがですね、この30万ベルにつけるお札の山を、タヌキ商店で売ろうとしたら、果たしていくらで売れるのかっていうことでね、早速試していきましょう。住民たちはさ、こうやってさ、歌を歌えてるじゃん。ほら、こういう感じで。ちょっとね、ポーピー、タッピーみたいな感じで、住民たちは歌を歌うけどさ、プレイヤー歌歌えないよね。プレイヤー歌歌えないのおかしくない？いつかアップデートでさ、プレイヤーも歌が歌えるようになんねえから。さあ、早速、たぬき商店にお邪魔しましょう。アップさーん。さあ、これどっちが豆吉でどっちが粒吉かわかんないけど、多分、こっちが豆吉だ！合ってたー！あ、ちょっと今日の株価お願いします。微妙。いや、もうダメだわ。買い取って30万ベルですよ、約。正確には29万7千ベルで作れるこちらのお札の山。ちゃんと29万7千ベルで買い取ってくれるのか。お札の山ですね。さあ、いくらだ？いくらだ？29万7千ベルで作れるお札の山は一体いくらで売れるのか。この予想だと29万7千ベルで売れるんじゃない？14万1500ベルだと。なぜ？なぜだ？29万7千ベルで作れるお札の山を14万8500ベルで買い取ろうとしてるけど。ちなみに高額買い取りだと29万7千ベルぐらいで売れるらしいです。買い取りボックスだと11万8800ベル。ということでね、約30万ベルするお札の山を売ろうとすると、14万ベルで買い取ってくれるっていうことでね、もうめちゃくちゃ損。